はい、皆さんこんにちは、浦和寿司です。今日は赤バラを使ったミニブーケの作り方を紹介します。前にもね、確かにやりました。何度もやってますけど、何度も見ることに意義があるんです。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、まずこの赤バラですね。この赤バラ、今回ミニブーケなので、こういう葉っぱとか、あとこうトゲですね、トゲとかも全部いりません。そしてここの傷ついたね、この感じのところ、傷ついた外側の花びらがあるんですけれども、これは取ります。で、このように赤バラをきれいに状態にして準備をしていきます。はい、では次にこのグリーンのトルコキキョウです。これも花束にするためにこう枝を切り分けていきます。でも長さ的には、まあ、このくらいの長さですね。でいいんです。でこれも葉っぱを全部こう取って、こういう状態ですね、こういう状態にしていきましょう。はい、次にこのドラセナですね。ドラセナも1枚ずつのこうパーツに、全部こう1枚ずつのパーツにします。そして、まあ、これも毎回やってますけれども、このようにドラセナを巻いてホッチキスで留めます。これホッチキスで留めないものを3枚ぐらい、あとは全部このように丸めて準備をしておきます。はい、ではブーケを組んでいきます。まずこのように赤バラを持ちます。はい、そしたらこれ赤バラをね、まあ、何本かこう同じように持っていきます。はい、そしたらこの丸めたドラセナですね、これをこの周りにこう持ちます。まあ、高さ的にはこんな感じですね。ドラセナはちょっと低くなってる感じですね、バラよりも低くなってる感じ。そしたらここでこのパーツに分けたトルコキキョウをこのように組んでいきます。赤バラよりちょっと低くですね。まあドラセナと同じぐらいの高さですかね、このトルコキキョウはね。そしたらここでまたこのドラセナを入れたり、でまた赤バラを入れたりします。例えば赤バラのこのつながりとか、丸めたドラセナのつながりとか、そういうのはねちょっとこの感じなんですね。でこれね、じゃあどこに、毎回ね場所が変わるんですよ。どこが正解かっていうのはその時の花材じゃないとわからないんですよね。もう完全にね真似してもいいんですけれども、皆さんがこう作る時は集めた花材で一番良い、形とかになるように、適材適所に配置していってください。必ずしも今回僕が作ってるこのフラワー TV で作ってるこのブーケの形が、皆さんが準備したね、用意したブーケの花材と一番いい形が合ってるかというのはそうとは限らないですね。なのでこう臨機応変にやっていくみたいな、そこが大事です。こうですね。で基本的には全部花束は、パラレルかスパイラルで作ります。なので今回のこの花束はスパイラルで作っています。はい、こちらで完成です。いかがでしょうか。ではですね、結束して正面から見てみましょう。
はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。 N フラワーテクニックの巻くというテクニックを使って作ってあります。まあ簡単にねできますので、ぜひね皆さんもチャレンジしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.